どうも、くまです。今回は無印良品が大好きな僕が5月に無印良品で購入したものを紹介します。僕は無印良品が好きで毎月何かしら手に取っています。我が家には300種類くらい常に無地のものがあり、僕の生活を助けてくれています。今月はジメジメした季節柄、快適な衣料品を多く購入してみました。それでは紹介していきます。ステンレスボール。我が家では長い間、様々なメーカーや規格のボールを使用してきましたが、当然大きさはバラバラなので、どこか統一感がありませんでした。そこで無地のボールで統一し、暮らしの中の煩雑さを解消してみることに。無地のボールは大中小の3種類。ちょうど良い深みがある形をしているので、とても使いやすく、整理もしやすくなりました。料理の保存をはじめ様々なものに使いながら、縁の形もシンプルでキッチンに馴染みやすいデザインが好きですね。ステンレスなので常に清潔で洗い物も楽です。無地で揃えるってこういうところが気持ちいいんですよね。フレンチリネンパンツ。こちらはフレンチリネン麻素材のパンツ。ベタつきがちな梅雨から夏を快適に過ごせるようなフレンチリネンのパンツです。もともと無地のリネン素材はシャツやジャケットも着用していましたが、今回はその色に合わせてパンツも購入してみました。こういった感じで夏でもセットアップとして涼しげにスタイリングするのも感じ良いですし、仕事で気持ちを自然にオンにしたい時などによく着用します。定番の製品なので毎年販売されている部分も嬉しく、手に取りやすいアイテムです。涼しげなアイテムで気持ちよく季節を過ごしたいですね。無地ラボ蝶々面天竺編みクルーネック T シャツ。こちらは無印良品のウェアライン無地ラボの洋服。先ほどのセットアップがオンの服であれば、こちらはオフの洋服。薄手で動きやすく、袖口が少し長めな T シャツ。シルエットがゆったりしていてストレスがないので、日常でかなり使うことが多くなりました。天竺編みでさらっとした肌触りが心地よく、ついついお休みの日はこの T シャツに手が伸びてしまいます。やっぱり春夏は T シャツにスニーカー、このカジュアル感が僕のお気に入りスタイルです。無地ラボストレッチチノワイドクロップドパンツ。程よい緩さが心地よいクロップドパンツ。こちらも無地ラボのラインです。股の感じも深く、ゆったりと履けるのがとにかく楽です。歩いたりしていると本当に楽さを感じます。ややオーバーサイズのシルエットも黒であれば感じよく見せてくれる効果もあるので、気に入ってよく着用しています。先ほどの T シャツとは全く別の洋服ですが、色を合わせるとこちらもセットアップ的にスタイリングすることもできます。とにかく夏は洋服にストレスを感じたくないので、涼しく楽な洋服を選んでいます。唯一の欠点といえば、黒で繊維がつきやすいので、小麦を抱き上げたり遊んでいるとすぐに毛だらけに。よく外出先で小麦の毛を見つけることもあります。履きやすさや丈がちょうどいいクロップドパンツで、梅雨を快適に過ごしています。ご飯にかけるシリーズ。こちらはご飯にかけるシリーズ。温めてご飯にかけるだけでボリューム感のある丼に変わります。今回は3種類。冷や汁、ルーローハン、サンラータンを選んでみました。冷や汁は宮崎県の郷土料理で、ご飯にかけて冷たくいただきます。トッピングでキュウリや豆腐、みょうがや大葉を加えます。個人的に冷たいご飯はあまり好きではありませんでしたが、この冷や汁は出汁の味がかなり効いていて、食欲が落ちがちな季節でもどんどんお腹に入っていきます。みょうがや大葉のアクセントや好みで梅干しを加えてもいいかもしれないですね。これから来る夏場に冷たいお茶漬け感覚で食べられる部分がとっても気に入っています。そしてこちらはルーローハン。台湾の屋台ではおなじみの料理だそうですね。甘いタレが絡んだ肉の旨味が美味しく、これは間違いなくご飯が進みます。あっという間にご飯がなくなり、旨味のあるタレが癖になる美味しさ。台湾はこんな美味しいものがきっとたくさんあるんだろうな。いつか本場を食べてみたいです。スタミナをつけたいこれからの季節、無性に食べたくなります。ルーローハン、おすすめです。最後にこちら、サンラータン。
甘酸っぱい味がいつもご飯と合わせる風味とは少し違う感覚で美味しいです。キクラゲのコリコリ感やタケノコの程よい食感、甘酸っぱさの感覚がご飯をどんどん進めてくれます。ラー油とお酢が入っており、間違いない美味しさ。中華料理と合わせてもいいかもしれないですね。夏バテが始まりそうな梅雨から夏場でもしっかりとご飯が食べられそうです。こういったレトルトを少し購入して準備しておくと、忙しい毎日にはやはり便利ですね。頼りになります、ご飯にかけるシリーズ。ということで、5月に購入した無印良品のものを紹介してみました。天気も気持ちも何かとジメジメする梅雨、快適な衣類や生活品、食べやすい食事をとって気持ちよく過ごしたいですね。それでは今日のクマログ生活の山小屋はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。